はい、今回の動画は、今 Y モバイルさんで4980円で MLP で、OPPO の Reno 9A が買えるんですね。で、購入させていただきました。で、届いて、で、今、ケースと、フィルム貼ったんですね。本当は覗き見防止のフィルムが欲しかったんですけど、それやると指紋認証ができないということで断念しました。なので、普通のガラスフィルム、僕が買ったのは499円で Amazon さんで買ったんですね。楽天さんと Yahoo ショッピングさんでもあったんですけど、まあ、今回 Amazon さんで買いました。2枚入ってるんですね。しかも、その普通の画面のところと、カメラのところ、カメラのレンズのところも覆ってくれるやつで、それが、2枚ずつついてるんですよ。だから合計4枚ついて499円ってなって、それにしましたね。ちょっと待ってください。どういうやつかっていうと、僕が買ったのはこれですね。はい。これ何が含まれてたかって言いますと、そのまあ、そのフィルムと、その、表面のフィルムと、カメラのフィルムと、これなんか、こういうのが入ってて、この中にウェット、なんかティッシュみたいなのと、その、こうクロス、乾いたクロスと、なんかこうペタペタ貼るシール、こうシールが入ってました。うん。でこういう、これが2枚。これは2枚入ってましたね。で、これ本当に貼るとき気をつけたいのは、僕全裸で、全裸でやりました。全裸でお風呂場でやりました。ほこりとか、塵とかない環境でやりました。で、事前に、水かけて、そういうのがもうないような状態にして、整えた上で全裸でやりましたね。今の季節だからできるかもしれないですけれども、以前、リビングでやったとき、やはりね、いけるやろうと思って、リビングでやったら、ほこり入りましたね。入ってましたね。なぜか知らないですけど、丁寧にやったはずなんですが。だから本当に、まず、その、ウェットティッシュでこう、拭って、その後、クロスで磨いて、拭いて、それで、目視確認しながら、この、シール、ペタペタ貼って、で、貼るフィルムの方も、同様のことをして、で、この側面もペタペタやって、やったところ、今回はもう一発でバッチリ決まりましたね。はい。もう綺麗です、一発で。ちょっと、こんなうまくいくんかぐらい、ペタペタ、うまくいきました。で、インカメラの、その、レンズの部分が、ちょっとなんか、直径が、狭すぎるかなと思ったんですけど、まあ、うまくはまりましたね。はまって、カメラ撮ったところ大丈夫でした。うまくやったら。うん、で今まで僕、カメラのレンズの方は、100円ショップかなんかで、自分で、その透明なフリーサイズのやつ買って、切ってやってたんですけど、これあるならこれでいいかなと思ってます。ただ、なんか、この吸着が、ちょっともしかしたら弱くて、剥がれる可能性あるかもしれないです。まだちょっと使ってみてないんでわかんないんですけど。はい。で、今回、カバーも一緒に買ったんですね。なんでかっていうと、カバーが付いてなかったんですよ。Reno 9A は。僕多分 Reno 5A 使ってんのかな今。それは付いてたんですけど、Reno 9A は付いてなかったんですね。このケースかなり良かったんですけど、なかったので、今回はまあ Amazon さんで398円っていうのあったんで、それ頼んだんですけど、ちょっと緩いかなって感じますね。緩いかなっていうか、ぴったりなんだけど、純正でもらってたやつが、無料でもついてたやつが、結構キツキツなんですよ。それに比べるとちょっと怖いかなと思いましたね。リングとかつけて、
ちょっと外れる、ちょっと怖いなと思いまして、ちょっと緩いかなって僕の感覚では思いますね。ぴったりなんですけど、これキツキツの方がいいと思うんで、ちょっと怖いなと思いますね、これ。なんか、脱落防止を考えないと、ちょっとこれ外れるかなっていうのは感じます。だからなんかちょっとテープでね、固定するとかなんかやんないと、ちょっと怖いなって思ってます。どうしよう。それかもう、なんか外出るときだけなんかこう、下の方バンドつける。めんどくさいけどな、なんか。なんかゴムかなんかで、こうくくるとか、した方がいい気がしますね、なんとなく。だからちょっとその辺考えると、なんか、きつそうなやつを選んだ方がいいかもしれないです。でもきつそうなやつってもわかんないんで、だ僕は一番安いの買ったんですけど、で、今回、リノ 9A とリノ 7A が、もうほぼ一緒ということで、サイズが、同じやつ使えるみたいですね。フィルムも、カバーも同じやつ使えるみたいです。だもしかしたら、リノ 7A と、共通みたいなやつを買った方がいいかもしれないです。なんでかっていうと、リノ 7A の方が若干サイズちっちゃいですね。数ミリ。数ミリちっちゃいんで、リノ 7A とのやつ買った方がいいかもしれないですね。もしかしたら。リノ 7A のやつ買った方がいいかもしれないです。リノ 7A というか、リノ 7A とリノ 9A で共通で使えるやつ買った方がいいかもしれないですね。僕買ったのがリノ 9A って書いてあったんで、ちょっとだから、ちょっと僕は緩い気がしましたね。まあ仕方ないですけど、ちょっと使ってみますけども、ということで、何かの参考になれば幸いです。皆様、ありがとうございます。感謝です。愛してます。